皆さんこんにちは、じゅんさんです。今回はですね、あの世界無敵化送り出し機関という送り出し機関を、ご紹介させていただきたいと思います。そうですね、世界無敵化という送り出し機関は西ジャワの、バンドにあります。ではLP 化世界無敵化という送り出し機関はどんな送り出し機関というか、ぜひ最後まで動画をご覧ください。では皆さんぜひどうぞ。皆さん、今回はですね、私世界無敵化の研究場に到着しました。そうですね、世界無敵化という送り出し機関は全部のクラスは15クラスもあります。そして量は30量もあります。とっても大きな研究場ですね。全員の生徒は今ですね、あの30名も、いますね。では皆さんご覧ください。皆さん、今日はですね、早速クラスの世界無敵化のファシリティをご覧いきましょう。さあどうぞこちらへ。そうですね、皆さん、世界無敵化という送り出し機関は2021年の6月の24日に建てられました。それにしても世界無敵化は昨年、もうすでに100名以上日本へ送りました。それはすごいですよ。さあぜひぜひこちらへどうぞ。今はですね、教室に到着しました。ではクラスの内容とクラスの状況を見ていきましょう。はい、こちらどうぞ。皆さん、見て通りですね、こちらは A クラスですね。世界無敵化の先ほども言ったように、世界無敵化のクラスは全クラスは15クラスもあります。でこちらはアクラスですね、アクラスですね。でまたこちらにも、ありますね。それは B クラスですね。はい、でこちらにもありますね。それはですね、特別なんですけども、時々このクラスはですね、介護のレンズもこちらのクラスにやっています。でまた他のクラスもありますね。2階のクラスにもありますし、そしてこちらの側にもあります。はい、クラスが多いですね。研修所はとっても広いから少し疲れた。はい、では皆さんまた続けましょう。こちらはクラス、またクラスです。こちらにもクラス、すごく多いクラスですね。こちらも先ほどのクラスです。はい、でまたですね、皆さんこちらに見てください。こちらにも、日本語のクラスですね。うわー、ものすごく立派な建物ですね。はい、それは全部クラスです。はい、皆さん今はですね、別のクラスに到着しました。では授業の流れを見に行きましょう。さあぜひこちらへご案内いたします。こんにちは。皆さん、いけるです。挨拶ですね。先生、どうぞ皆さんに自己紹介お願いします。はい、皆さん、こんにちは。私は世界無敵化のシルビーと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生、少しだけご質問したいと思います。はい、皆さんはとても元気ですね。うん、はい、で先生のクラスの中に、はい、日本、皆さんは日本へ行きたい人たちですね。うん、そうです。そうですね、先生のクラスの中に、はい、一番大切なのは何ですか。そうですね、一番大切なのは、はい、やっぱり頑張ることですね。頑張ることです。それは一番大切なことです。はい、そして日本のことに興味があることは、はい、それは一番大切です。はい、日本のことが好きということは私も大切ですよ。そうなんです。はい、だから、はい、日本語がどんなに難しくても、はい、皆さんは日本のことがとても好きだったら、みんなは、はい、頑張ります。そうですね、そうですね、興味があれば、はい、勉強
何て言うか勉強力が勉強力なんか勉強の興味がありまして、はい、そうですね、皆さんは何のレベルまで勉強しますか？そうですね、今皆さんは N4 を目指します。はい、はい、N4 のレベルでしたね。うん、はいですね、うん、はい、先生ありがとうございました。はい、はい、皆さん N4 のレベルまで日本を勉強しています。とてもすごくですね。さあ、私は N4 のレベルを何ヶ月ぐらい勉強したな、わかりません。じゃあ別のところへ行きましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、今はですね、私は世界ムスティカの寮にいます。世界ムスティカの寮は前室は30寮も30部屋もありますね。で、各部屋は10名も収容力があります。で、こちら見た通りですね、あの世界ムスティカの寮ですね。こちらはですね、あのちょうど男性の寮ですね。皆さんは日本語を勉強した後、こちらの 各自の部屋に、休みますですね。はい、見てご覧ください。忘れずにですね、あのこちらはあの第一の、下の部屋ですね。また上にもあります、部屋ですね。はい、こちらもまだ、女性の寮です。なんか今ありませんですね。あのみんな日本語、今あの皆さんは日本語を勉強中なので誰にもいませんです。はい、ではあの皆さん、こちらはですね、世界ムスティカの研修場です。また事務所は違いのところにあります。どれぐらい世界ムスティカ広がるわ、本当に。では皆さん、あっちのところへ行きましょう。それはあの世界ムスティカの事務所です。はい、では行きましょう。しゅさです。今回はですね、あの先ほどは研修場の視察をしてました。今回は世界ムスティカの事務所を視察をしましょう。こちらに入りましょう。ぜひご案内いたします。皆さん、こちらはですね、あの新学期の申し込み生徒たちです。はい、はですね、こちらは必要な作業が詰まるので、この次は病院行って、そして新しい楽器を待っています。ではぜひ、こちらは書類室ですね。はい、こちらは書類室ですね。皆さんは日本へ行く前に、書類の担当はこちらにします。はい、お邪魔します。すごいたくさんありますね、書類。先ほどはですね、いろいろなところに回りました。本日はいよいよ最後に社長の部屋に見に行きましょう。世界ムスティカの社長様はどんな方でしょうかと一緒に見に行きましょう。はい、ぜひこちらで失礼します。はい、あ、こんにちは。はい、こんにちは。はい、皆さん、こちらは世界ムスティカの代表理事長インドラです。はい、こちらへ。あ、社長様こんにちは。はい、こんにちは。はい、皆さん、本日はですね、世界ムスティカの理事長様がこちらにおります。はい、社長様こんにちは。はい、こんにちは。まず皆様にご自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、世界ムスティカの代表理事長井村と申します。よろしくお願いいたします。社長様、はい、次の質問は最後の質問となります。はい、これから世界ムスティカのプランは教えていただけますか？はい、いいです。お客様、生徒たち、あとは生徒たちの信頼になるために、質の高い人材と生徒たちの希望に合う仕事をご提供していかないといけません。そのために現在も優秀なスタッフや生徒たちを集め、
従業内容と事業サービスも改善し続けます。以上です。ご質問ご答えていただきありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さん、先ほどは男性の寮ですね。今は女性の寮です。こちらです。はい。で、その女性の寮はですね、直接にいい景色と向きます。はい。では、ぜひこちらに。すごくいい景色ですね。なんか起きた時にこちらに少し運動できますね。はい。皆さん、いいですね。こちらはランチャーエッグです。で、こちらはまたこちらに。はい。これは女性の寮です。部屋はですね、男性の寮は15部屋で、女性の部屋は15、部屋ですね。はい、こちらです。皆さん、本日の世界模式化の研究所の視察、ここまでに終わりにします。すごく疲れましたね。世界模式化の研究所は、こうみたいに大きい研究所です。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。皆さん、技能実習と正技能インターンシップに興味がある方、ぜひ世界模式化と参加してください。はい、私からは以上、ありがとうございます。